施設群級病等東海大学医学部付属病院は、神奈川県伊勢原市に所在する学校法人東海大学が運営する病院である。他の東海大学付属所機関と同様に、一般的に大学等の教育機関で多く、用いられている、付属ではなく、病院においても、付属と表記している。略称は、東海大学病院であり、地元では単に、東海大。 東海などとも呼ばれる。1975年2月17日より診療を開始した病院で神奈川県西部地域において随一の規模を有する大学病院である。神奈川県の災害医療拠点病院として指定を受けている。1990年代後半から付属病院の改革を実行し2005年新病棟を竣工 翌年1月5日から新病棟での外来診療を開始した。新病院での診療開始以降、併設されている高度救命救急センターの診療機能を活かし、ドクターヘリの運用や、同センターに設置されている MRI-CT 暗疑を一列に配置した、世界初の10中画像診断システム、マキソに加え、 画像検査センター等、院内に MRI を6台 CT5 台暗儀を6台を設置、また2014年に内視鏡化手術用のだ。ビンチを導入すると、数多くの最先端医療機器を有する第三次、医療機関として、特に重篤、急性期の患者の診療を中心に、高い病床稼働率と短い、平均在院日数による、超急性期病院として、 日本トップレベルの診療体制を構築している。院内外にはレストラン、スターバックスコーヒー、簡易郵便局やコンビニエンスストアのが2カ所、書店、利用、美容室、クリーニング店、旅行代理店、三菱 UFJ 銀行、横浜銀行、ゆうちょ銀行の ATM が設置されている。ただし、病院棟内のファミリーマート内に設置している。 ゆうちょ銀行の ATM では通帳の使用ができない ATM になっているため通帳を使用した取引の場合は簡易郵便局の窓口で対応する。当病院には全国で36施設が認定されている高度救命救急センターがあり3時救急医療施設として神奈川県内では湘南県西一部県央部から山梨県 静岡県の一部にかかる広範囲の救急患者を受け入れている。当病院高度救命救急センターの救急車受け入れ台数は年間7000台以上であり、救急車の乗り入り回数と救命率は共に日本一であると報道されたことがある。高度救命救急センター内にはマキソという手術室に MRI、CT、アンギオが並列された。 世界初の術中画像診断システムが構築されている。これは手術中に MRI や脳血管撮影が可能であり、かつ手術室はあらゆる手術に対応可能なシステムが配置されている。日本水難救済会により運営されており、太平洋上で創業している船舶の中で急に傷病者が発生した場合、船舶からの要請で太平洋上へ 海上保安庁や自衛隊と協力しながら、救急医が出動救助するシステムである。船舶からの SOS は、海上保安庁に入り、海上保安庁が各機関に要請する。現場海域までの距離が長い場合は、東海大学病院から、医師、看護師が、山和市、綾瀬市にある、厚木基地まで向かい、 海上自衛隊厚木基地から自衛隊の飛行艇で患者の収容に向かう。なお、2007年5月22日には公益社団法人日本水難救済会より日本水難救済会名誉総裁表彰洋上救急功労賞を受賞している。ドクターヘリーは近くに医療機関がないような地域からでも短時間で救命センターに 救急患者を搬送することが可能であり、医療スタッフがヘリに登場して現場へ出動することは迅速な初期治療を可能とし、救命率を向上につながる重要な戦略と考えられる。東海大学では平成11年から厚生省の試行的事業を行い、1年半の期間に485名の救急患者を搬送した。本試行的事業では、 ドクターヘリによって55名の患者が救命されたと考えられ、同じく思考的事業を担当した川崎医科大学の結果と合わせて、ドクターヘリの医学的有効性が証明された。常駐のドクターヘリ BK117C- に、この結果を踏まえ、平成13年より国の事業として正式にドクターヘリ事業は展開されるようになった。平成14年からは、 神奈川県の事業として再開し、東海大学ドクターヘリシステムは、年間約300名、現在まで約3000名の患者を搬送している。主な出動地域は、神奈川県西部、山梨県、静岡県である。ドクターヘリは、消防本部からの要請を受けた後出動の可否を判断し、東海大学病院敷地内のヘリポートから、救急現場へ向けて飛び立つ。 離陸まで5分前後、神奈川県内では出動要請から現場に到着するまで平均11分ほどである。医師が現場に到着したその瞬間から初期治療が始まるため救急車で救命救急センターに患者を搬送するよりもずっと早いタイミングで初期治療が開始されることが救命率向上の最も大きな理由と考えられる。ドクターヘリ事業予算は 年間約1億8000万円ほどで、半分は国から、あとの半分は主に県が負担している。税金で行っている事業であるため、ヘリで搬送された患者が負担する費用は、病院と同様治療費はかかるものの、ヘリ搬送のための特別な費用はかからない。機体の運用は、朝日公用。当院では、総合相談室、入退院センター、医療連携室、 ボランティア室を総合して患者支援センターを設置している。医師、看護師、医療ソーシャルワーカー、事務職員が共同して患者の受診から入院、退院後の生活まで安心した療養が受けられるようサポートしている。北口からは神奈川中央交通愛好師大駅行バス、東海大学病院、南口からは終点、東海大学病院どちらもバス停。 下車正面玄関からすぐ、ドクターヘリーの血を救え衝撃救命スペシャルによる、一般財団法人航空医学研究センター、航空身体検査指定機関神奈川県2014年10月1日、現在、ありがとうございます。